寂しさをポッケに入れて歩いているようなそんなこんな僕です。いっそ携帯なんて捨ててしまおうかと思うけど、電話帳にいくつもの名前が入っていて、まるで友達を携帯しながら生きているようなそんな変な僕です。もう訳がわかんなくなっちゃって、一人ぼっちになりたくなって、電源を切って僕にお休み。こんなものがなければ今日も僕は一人だと思い知らされること、もなく生きてけたんだろう。だけどこれがあるから今日もどこかの誰かのポッケの中に僕の居場所があるんだろう。電話を暇つぶしがてら見ていると、あの喧嘩もあの約束も残っていて、まるで僕の歴史を携帯しながら生きているようなそんなこんな僕です。さらに電話帳の名前をぼんやりと眺めてると、どうにもこうにも思い出せない人がいて、まるで僕よりも僕のことわかっているようなそんな変な箱です。もう何もわかんなくなっちゃって、僕を僕のもんにしたくなって、電源を切って僕にお帰り。こんなものがなければ今日も君がいないこと、思い知らされること、もなく生きてけたんだろう。こんなものがあるから忘れていいようなことも何一つなくせずに、いつまでもずっと残っている。だけどだから今日もポッケに入れて僕は歩いてく。確かに言ったこと、すぐ隣にいたこと、そんなことの全てを、僕と君の全てを、なくせそうにもないこと、忘れられそうにもないこと。だけどこれがあるから、こんなものがあるから、今日もどこかにいる君のほんの少しだとしても、その中のどこかに僕の居場所が